はい、ゴム掛けちょっと緩くしてそのままアールで止めます。こんな感じ終了。で表面外羽に巻いてるのでまあゴム跡っていうかつけづらいですけどね。でももし不安になった場合は、もし不安な場合はここ一回転ぐるってこっち側に触れてもいいかもしれない。こういう感じに。あと顔周りとかちょっとゴムをずらして、こういうふうにずらしてキュッてこうやったりとかは僕はしますね。これは勝手に僕がやってるだけなんで、このやり方が正しいかはわからないです。まあ、スマートロッド基本的にゴムのラバー自体が後つかなくなっているので、ここまでしなくてもいいかもしれません。ここはちょっとしてるだけというだけ。はい、こんな感じでパーマが終わりな感じですね。ローラーボール、通常通りローラーボールを回して、まあ、自然放置に近い状態でガラス化をしていきます。特に極端な熱を当てたり風を当てたりとかせずに、まあ、自然なローラーボール、だいたい12分から15分ぐらい出ました。で、前髪、ここから前髪だけドライングパーマを入っていくんですが、くるっとパーマっぽいよりも少しこう、まっすぐ入ってからくるっとなっていくような、まあ、コテでちょっと作ったような前髪にちょっとしていきたいので、で自然放置でガラス化ですね。完全に乾いてるっていうよりはちょっと濡れてますけども、これぐらいでいいんです。これで多少ウェットとドライの時のウェーブの形状がちょっと安定するというか、通常ターバンしないから、まあ、このまま2液つけるんですけど、チャンプ台でやっちゃうんですね、いつも。なのでチャンプ台でやります。こんな感じでかかってるんですけど、ちょっと見えますでしょうかね。はい、ではセットとしてヘナウォーターをつけていきます。全体にヘナウォーターをちょっとつけます。で、ヘナウォーターはヘナの力でちょっと髪の毛をキュッてこう締めてくれる感じですね。タオルでいうとちょっと例えがまあちょっと違うんですけど、こうダラーンとなったダメージ網とかをこういう風にキュッてこう締めてくれるんですよね、ヘナって。なんでちょっと腰が出たりとかパーマが綺麗にこうリッチが出たりとかしてくれるので、こういう良さがあります。そしてキトさんがですね、この表面の方を綺麗にこう薄い綺麗な皮膜を作ってくれて、この状態が保てるとツヤが出て見えるっていうのがこのヘナウォーターなんですね。なのでこれを使えば使うほど髪の状態とパーマとも相性もいいですし、自然乾燥してもそのままなんていうんでしょう、パリッとしてくれるんですね、このヘナの効果で。やっぱりムササビやっただけあって結構髪の毛の、腰はすごく出てますね。これはムササビ効果かと思います。ダイソンも熱とパワー全開でちょっとやっていきます。こんな感じです。